11月の30日木曜日、社会鍋の日。三脚に鍋を吊るし、ラッパを吹きながら街頭で募金を募る社会鍋。年末の風物詩ともなっているこの活動を行う救世軍が制定。集められた募金は国内外の緊急災害被災者や街頭生活者への支援などの救援活動、母子家庭や独居老人、病院、施設などへの訪問活動などのために使われるということでね、日付の11月30日は毎年12月を前にその募金活動開始のアナウンスが行われることからっていうことですね。この社会鍋、この鍋の中に皆さんの気持ちを入れて一つの鍋にしようよ。それをね、食べるっていう行為は他の人がね、幸せになるってことを感じ取るってことが食べるっていう行為にあたるんですよね。お腹の代わりに心を満たそうっていうのが、この社会鍋の最初のね、ルーツだったっていう話をね、聞いたことありますけどもね。まあちょっとね、私ね、この社会鍋、どこだったかな、もうだいぶ昔に見たっきりでね、地元ではまあこれやってるところは、見たことないんですけれどもね。こういった活動をね、見てれば応援したくなるなっていうふうには思います。